How's it, my man? Hey, where you headed? Roger that. Beat her in a hot minute. バス？ハワイの観光バスみたいなもんか。バスに乗って島を見て回るのもいいかもな。アロハ。Thank you for stopping by. Oh, thank you, man. さて、俺はまだ戦える。あんたは約束通り金を持ってきて、これで教えてもらえねえか。まあいいだろう。で、聞きたいのは何だっけか。3日前俺のパスポートが盗まれた。ここに持ち込んだやつがいなかったか教えてくれ。来たぜ。本当か。ああ、日系のとびっきり美人の姉ちゃんだった。あんたの顔、特にそのヘアスタイルは特徴的だからな。間違いねえ。じゃあパスポートはここに。いや、あの姉ちゃんはパスポートを売りに来たんじゃねえ。あんたのパスポートで第五地区に入れるか聞きに来たんだ。第五地区？バラクーダのアシトのことだ。バラクーダって、昨日のあいつらか。第五地区は川向こうにある不法占拠地帯だ。周囲はフェンスでガチガチに囲まれてて、見張りも厳重だ。よそ者が立ち入れる場所じゃねえよ。そこに俺のパスポートで入るってのはどういうことだ。あそこには面白いルールがあってな。第五地区に入りたきゃ観光客からパスポート奪ってこいって言われるんだ。パスポート？何のためだよ。あそこを仕切ってるバラクーダのしのぎが偽造パスポートだからだ。本物のパスポートは偽造品の材料として欠かせねえ。実は俺がここで買い取った盗品パスポートもバイヤーを経由してバラクーダに流れてる。他人のパスポートが第五地区へのパスポートになる。そういうこと。だからあのお姉ちゃんはあんたから盗んだのを使おうって考えたんだろう。女一人で第五地区に近づくなんて相当リスキーだからな。事前に俺んとこに確認に来たんだろう。なるほどね。でもなんで千歳はんな場所に行こうなんて思ったんだ。さあな。ま、パスポートは諦めな。第五地区に渡っちまったら取り返す術はねえ。
パスポート取り戻すのもあるけどよ、それ以上にあの子に用があるんだ。用事つっても今頃第五地区の中だろ。会いたかったらあんたたちも第五地区に行くしかねえんじゃねえか。バカ言え、あんなとこ死にに行くようなもんだ。いや、茜さんが何者かに追われてるか、もしかするととっ捕まってるかもしれねえ状況だ。千歳からなんとか手がかりを聞き出して。第五地区に入る方法は他にないのか。なくはねえけど、パスポート盗む方がよっぽど楽だぜ。あるのか、聞かせてくれ。さっきも言った通り、第五地区はフェンスと監視でガチガチに固められてるけどな、月に一度警察の巡回が入るんだ。警察が？第五地区の治安状況確認ってのが名目だが、実際のところは警察も仕事してますよって体裁を保ちたいだけだ。中で起きてる犯罪やら何やらは全部知らんぷりで帰ってくる。その巡回役の警官がローマンって男でな、当然そいつはバラクーダとズブズブの関係だ。そのローマンってやつになしつける、月一の巡回に同行できるかもしれないってことか。くそ、よりによって警察かよ。お前は顔を見せない方がいいだろう。交渉ごとには俺が立つ。これはローマンにとってもリスキーな話だ。おまけに奴はとことん金に汚くてよ、5万ドルはせびってくるぜ。5万ドル？それってと500万円かよ。それもキャッシュでだ。お前らにそんな金はねえだろ。ローマンに会うだけ時間の無駄さ。いや、会わせてくれ。なんだ、あんたそんな大金持ってるのか。何事も交渉次第だ。ふん、あんたが何者かは知らねえが、まあ会いに行くだけ行ってみな。ローマンは第五地区の近くにあるダイヤモンドヘッドってバーで毎晩飲んでる。わかった。おい、マジで行くのかよ。なあおい、待てよ。ん？どうした？悪いことは言わねえ。第五地区に行くのはマジでやめとけ。あのバラクーダのアジトなんだぞ。死にに行くようなもんだ。危険なのは分かってる。だが俺たちにはあまり時間がない。第五地区に乗り込むのが一番の近道なら、そうするまでだ。ああ、それによ、別に喧嘩売りに行くわけじゃねえ。あの千歳って子を探してだけだ。うまくやりゃバラクーダとのトラブルも避けられるかもしれねえだろ。だからその考えが甘すぎだってんだよ。俺らはよそもんだからよ、バラクーダのヤバさをよく分かってねえのかもしれねえ。でもどうした、その様子はそれだけじゃねえみてえだ。なんかあったのか、バラクーダと。よかったら話聞かせちゃくれねえか。力になれるかもしれねえ。ああ、そうだな。それに、よかったらなんて言ってるが、こうなったこいつのしつこさはもう分かってんだろ。そういうこと言います？あまり楽しい話じゃねえし、短くも済まねえからな。もう何年も前のことだけどな、俺は病とは関係なく真っ当にタクシードライバーやってた。おめえ、もともとタクシーのうんちゃんだったのか。稼ぎはしょぼいけど、それでも楽しくやってた。惚れた女がそばにいてくれて、もうすぐ子供も授かろうってんだからな。思えばあれが俺の人生のピークだった。家族がいたのか。
マリーって言ってな。そりゃいい女だった。あんたらに会わせてやりたかったよ。彼女が妊娠6ヶ月になるかどうかって頃だ。俺らの家に警官たちが押しかけてきたんだ。逮捕状持ってな。逮捕状？俺があるタクシーを襲って、乗ってた会社の社長から大金を強奪したんだとよ。何？当然事実無根だ。なのに次から次へと目撃者が出てくる。裁判の結果は懲役5年。弁護士に言わせりゃ無罪を主張してたら15年は出られないってことだった。じゃあ罪を認めたのか。やり手弁護士を雇うような金はねえ。認めて5年か、ごねて15年かって選択肢しかなかった。悪夢ってのはまさにあのことだ。貧乏人のささやかな生活があれよあれよという間にぶっ壊れていった、うん、なんで俺がこんな目に遭ったのか。それが分かったのは無所に入った後だ。俺と似た経緯でぶち込まれた奴らが他にも何人かいてよ。話を聞いたんだ。おめえ以外にも？ああ、そいつらが言うにはバラクーダのボスが自分らの犯罪を無関係な人間にかぶせてるってんだ。目撃証人を何人もでっち上げて警察まで買収してな。さっきタコス屋のジェフがローマンっておまわりについて話したろ。あいつが警官側の親玉らしい。昔からやってることは大して変わってねえってことだ。バラクーダは警察を取り込んでるってことか。マリーさんはどうなったんだ？刑務所に入ってから一度だけ面会に来てくれてな。腹の子は流産しちまったってよ。あんだけのストレスにさらされたんだ。無理もねえ。きっとろくに飯も喉を通らなかったんだろうし、寝れなかったんだろう。肌はボロボロでガリガリに痩せこけてた。俺がこんな目に遭ったせいでよ。マリーとはそれっきりだ。無所を出た時にはもう行方がわからなくなってた。せめてどっかで健康にいてくれりゃいいんだが。あまり楽しい話じゃねえって言ったろ。来肉まだ続きがある。無所を出てすぐ俺は第五地区の近くにある高級レストランを監視し始めた。レストラン？そこがバラクーダのボス行きつけの店って話を無所で聞いてたんだ。有金はたいて銃も手に入れた。復讐か。マリー、それに生まれるはずだった赤ん坊の仇だ。幸いボスの面は割れてた。どれくらい待ったか、ついにその時が来た。無所の中で何遍も思い描いた光景だった。俺は群がる手下をかき分けて奴の顔面に鉛玉をありったけぶち込むはずだった。なのに実際の俺は体が震えて一歩も足を踏み出せなかった。想像してたよりもずっと護衛は手薄だった。やろうと思えばできたんだ。奴は上機嫌に俺のすぐそばを通り過ぎてったんだ。なのにできなかった。俺はただの腰抜けだった。だからこそお前は今生きている。もし撃っていたら間違いなくその場で殺されてた。開きにされてな。ああ、おかげでこんな惨めな様を晒してる。撃てもしねえ銃ちらつかせて、のんきな観光客から金せびるチンピラだ。こんなのでも生きてるって言えるのかよ。富澤、借金をきっかけに病に取り込まれたのはその後だけど、バラクーダと張り合おうなんてのはハワイじゃあいつくらいだからな。あんな集体晒しといて病の下にいることでまだバラクーダと張り合ってる気でいるんだ。俺は救えねえよ。と、話は以上だ。どうだ、バラクーダのヤバさも俺のクソさもさすがに伝わったろ。ああ、
バラクーダは相当ヤバい連中だってことがよく分かった。そうだな、警察とつながってるのも厄介だですね。でもおめえがクソだって見解にはちょいと意義ありだ、富澤。ん？おめえはクソでも腰抜けなんかでもねえ。だってあの病と手切る決断できたじゃねえか。あん時だっておめえは死ぬかもしれなかった。でもやれただろう。あれはお前らに当てられて。当てられようがなんだろうが、決めたのはおめえ自身だよ。あ、強盗はクソだぜからな、そこは間違えんなよ。そんだけつれえ目にあったんなら、もうバラクーダと関わりたくねえって気持ちはよくわかる。でもよ、おめえが今の生き様をみっともなく思ってんなら、前向いて生きるためにきっちりけじめつけるべきなんじゃねえか。けじめってのがバラクーダのボスを殺すことなのか何なのかはおめえ次第だ。何にせよこのまんま連中にやられっぱなしじゃ尺じゃねえかい。だからよ、一つ俺らに手貸しちゃくれねえか。手を貸す？ああ、俺らはよそもんだし英語もだいぶ怪しい。でも茜さんを探すのは急がなきゃならねえ。だからやっぱり第五地区には行こうと思うんだ。おめえみてえなハワイの裏にも通じてるやつが力貸してくれりゃ心強え。おめえは俺らをガイドするついでに連中にけじめつける。どうだい、一石二鳥ってやつじゃねえか。ねえ桐生さん。ああ、お互いいいことずくめだ。悪い話じゃないと思うぜ富澤。それでうまいこと乗せたつもりかよ、タグ。バラクーダのヤバさは説明した。それでもあんたら行くってんだな。ああ、分かったよ。もう行くよ。お前らみたいなお人よし、俺がいねえとすぐバラクーダの餌食だ。なあ、そう来なくっちゃな。頼りにしてるぜ富澤。ああ、じゃあ改めて行こうぜ。まずはローマンの野郎からだ。頼もしい仲間ができたな。ええ、富澤のためにもやってやりましょうや。